シベリアンハスキーはその美しい外見と活発な性格で多くの人々に愛されていますが、飼育にはいくつかのデメリットがあります。シベリアンハスキーのデメリットを詳しく説明します。高い運動要求。シベリアンハスキーはもともと反りを引くために育てられた犬種であり、非常に高い運動能力を持っています。そのため毎日大量の運動が必要で、運動不足になるとストレスがたまり家具を壊すなどの破壊行動を起こすことがあります。暑さに弱い。シベリアンハスキーは厚い二重毛皮を持っており、寒冷地での生活に適しています。そのため暑い気候には非常に弱く、夏場の管理が難しいです。熱中症のリスクが高いため、冷房の効いた室内での生活や頻繁な水分補給が必要です。強い独立心。シベリアンハスキーは非常に独立心が強く、自分の意思を持っています。そのためしつけが難しく、命令を無視することがあります。根気強くトレーニングを行う必要があります。社交的で一人にさせられない。この犬種は非常に社交的で、人との交流を好みます。一人で長時間留守番をさせるとストレスを感じることがあります。共働きの家庭や忙しい生活を送る人には向かないと言われています。高い飼育費用。シベリアンハスキーの飼育には多くの費用がかかります。食費、医療費、トリミング費用などが高く、月々の出費は少なくとも5万円以上は見込む必要があります。また健康管理のための定期的な獣医の診察も必要です。健康問題。シベリアンハスキーは比較的健康な犬種ですが、股関節や膝関節の問題、眼球系の疾患、白内障や緑内障などにかかりやすい傾向があります。これらの健康問題に対処するための医療費も考慮する必要があります。強い引っ張り癖。シベリアンハスキーは力が強く、引っ張り癖がついてしまうと散歩が大変です。適切なしつけとトレーニングが必要ですが、これには時間と労力がかかります。高い脱走リスク。この犬種は非常に好奇心が強く、脱走するリスクが高いです。庭に放す場合は高いフェンスやしっかりとした囲いが必要です。また散歩中もリードをしっかりと持つ必要があります。シベリアンハスキーを飼う際にはこれらのデメリットを十分に理解し、適切な環境とケアを提供することが重要です。彼らの特性を理解し適切に対応することで、シベリアンハスキーとの楽しい生活を送ることができるでしょう。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。